たち今何時だと思ってるの？いいんじゃない、門限にはギリギリ間に合ってるんだから。そういう問題じゃなくて、聖書祭も激フェスもあんまり時間がないんだからね。ごめんジュンジュン、でもすっごく大変なの。だから大変って何が？オーディション。え、何言ってるの？オーディションって。あのオーディションじゃないわよね。そのオーディションどす？あ、何が起きているのですか？亡くなろうとしているスターライトが。え、ナッポフト君、どういうこと？亡くなろうとしてるって。わかんない。でもスターライトのことをみんな忘れかけてて、いきなりオーディションが始まって、それでカレンちゃん落ち着いて。こんなの落ち着いていられないよ。カレンちゃん本当なの？梅雨崎さん、話していただけますか？うん、何があったかはだいたい分かったわ。でもどうしてエルスさんは自然の摂理だって。何それ？わけわかんねえよな。わけわかりまへんわ。スターライトを守るためにはトップスターにならなくてはいけない、そういうことですね。ナンポフツ君、なんてこと？またあのオーディションをしなくちゃならないなんて。コロスとのエチュード、それに学校対抗でのレビュー、それも劇フェスに一緒に出る学校が相手だなんてね。劇フェスに一緒に出るって本当に？臨命館、フロンティア、シークフェルト、私たちと一緒に劇フェスに参加する学校だよ。今日私たちその3校の代表と会ってきたもの。共演する学校の名前ぐらい覚えておきなさいよカレン。っていうか先生の話聞いてなかったの？聞いてたはず。はあ、まあいいわ。でも勝手に参加させられちゃうなんてひどくない？やめられないの？返品とかクーリングオフとか。ほんと今からでもキャンセルできねえのかな。できないわね、キリンのオーディションなら。相変わらずアコギドスな。でもスターライトを、スターライトを守らなくちゃ。うん、そうだよね。私たちのスターライト、忘れることもなくすこともさせない。負けられませんね、相手が誰であろうと。相手、劇フェスでも一緒になる3校。臨命館、フロンティア、シークフェルトか。その中だったら注意が必要なのはシークフェルトね。そういえばそのシークフェルトの雪城明さんってすごく身のこなしがキレッキレだった。雪城明、現れないと思ったらオーディションに参加していたのですね。知ってんのか？少し。雪城明って言ったら有名よ。シークフェルト音楽学院の首席にして生徒会長、両親は映画監督と元女優。
演劇雑誌には審査員絶賛、高校生ながら繊細な感情表現を大胆な動きの中で表現なんて書かれてたわ。へえ、そんなすごいやつだったのか。それに今日の打ち合わせに参加していた大鳥みちる、彼女もシークフェルトの生徒の中ではかなりの実力者と聞いています。私は去年の劇フェスでも一緒だったけど、フロンティア芸術学校の胡蝶静葉が気になるわね。そういえば天童さんとクロちゃんは劇フェス2回目だもんね。あ、思い出した、胡蝶静葉さんってあの子だ。知ってるの？中学生の時にね、胡蝶さんがいた中学校の演劇部の公演を見たんだ。あの頃からお芝居が上手だったんだけど、とにかく発声がすごく綺麗だなって思ったの。それにスタイルも抜群ですっごい存在感だったよ。バナナちゃんがそこまで褒めるなんて。去年の劇フェスでも感じたけど、演技の腕は確かね。正直フロンティアの生徒って聞いてちょっと驚いたけど。え、それどういう意味？こう言っちゃなんだけど、あんまり世間的には評価があれっていうか。確かにコンクールなんかでも芳しい成績を残してるとは言えないわね。そうなの？ネットなんかに書いてある評判を見ると、遊び半分で真剣味が足りない生徒が多いって。まだ新しい学校だから、生徒をとにかく確保したいらしくて。生徒獲得のための派手なイベントが開かれたり、話題性だけのために最新技術が導入されたり。生徒はみんな入学時にタブレットを配布されるそうよ。へえ、そりゃすごいな。そういった学校側の性質が生徒の質にも現れているって。ただ舞台表現コースだけは別って噂もあるし。胡蝶静葉はそのコースの生徒代表よ。胡蝶さんきっともっと上手くなってるんだろうな。あともう一人、今日はいなかったけどフロンティアには上手な子がいるらしいわね。名前なんて言ったっけ。まあいっか。それと最初の相手、林明館女学校だけど。うちもうお眠いよわ。ほな失礼しますえ。おい、カオル子。カオル子どうしたの？林明館に知り合いがいたみたいなの。なんだかちょっと訳があるみたいな。じゅんじゅん、林明館ってどんな学校？林明館女学校は清少にも負けないぐらい歴史と伝統のある名門校だったはずなんだけど、歴史があるだけに校舎や設備も古くなってて、ここ数年は生徒数の減少が続いているみたい。セットリスト、悲しいことね。演劇家の配下なくなっちゃうんだ。玉尾さんたちの大切な場所。みんな、バナナ、絶対に絶対に取り戻そうね。スターライト、みんなの大切な舞台を。
もちろんだよバナナ、絶対に消えさせたりしない。カオル子、どうした？おばあはん、カオル子です。林明館女学校について聞きたいことがあるんやけど。